こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、本日発売のリアルクラスのプラレール2つ購入してきました。でですね、実はと4店舗回ってやっとこれ2つ手に入ったということで、通常のねプラレール、本日4台ねプラレール発売されてるんですけど、通常のプラレールの方は手に入りませんでした。でなんとかこの2つがね手に入ったんですけど、ただちょっとね、今撮影してるのがもう夕方15時ですね。15時なんですよ。なのでちょっとね、2台紹介してたら本日中に動画出せなくなっちゃうんで、今回はね、おそらく皆様が一番気にしてるであろうこのライチョウ、こちらのライチョウをね紹介しようと。でこれね、ちょっともう一つね重要なことあるんですけど、これね価格が、私近くの上信で買ったんですけど、6160円でした。まあ2割引き、まあいつもはだいたいこれで購入するんですけど、ヤマダ電機行ってきたんですよ。あんまり行かないんですけど、そのヤマダ電機行ったら、なんとねこちら5395円ということで、これ多分3割引きですよ。ヤマダ電機近くある人はヤマダ結構お得かなと思いました。はい、ということで、じゃあね、ちょっとライチョウ見ていきます。でパッケージの方はプラレールリアルクラスということで、ちょっとねゴージャスなパッケージになってますよね。そして485系特急電車ライチョウとね、であとはであと入ってるパーツなんですけど、まあまあこんな感じでね、運転席の廃炉とかね、こういろいろ入ってるんですけど、あとレールが3本、直線レールが3本ついてるということで、あとこの横がね、これこう本棚に収納できるような感じでね、これパッケージこの横が非常にいいんですよね。まあこんな感じになっております。えい、よいしょ、ではいきます。オープンということで、おとりあえずはこれ取り出すと、よいしょ、直線レールがね3本入ってての、これはリアルクラス専用のねレールになります。あ、これがパンタグラフのハイとロースですね。これがハイタイプですね。これがハイタイプのパンタグラフになってて、こっちがねロータイプのパンタグラフになります。結構ね、結構高さは変わっちゃいますよね。あー、これもだ、前のロマンスカーの時もこちらの運転席もこれハイとロー高さが全然違ってて、やっぱりこのハイタイプの方がかなりねクオリティ高いですね。この窓もちゃんとクリアパーツ使われてる、色も塗られてるし、いいですね。やっぱりこれが先頭車っぽいですね。ちょっと先頭車から行きましょう。ということで先頭車なんすけれども、よっしょあーうわーいいですね。でここにちょっとハイタイプの、とりあえずこのハイタイプの方の運転席をね、よいしょ、あどうっすか、あーめちゃめちゃいいめちゃめちゃいいよ。いやここにねちゃんとライチョウのねこれエンブレムねあって、うわこれいいや、すごい。で横もどうですか、素晴らしい出来っすねこれ。でここら辺もちゃんとね整形されてるし、あーね、これは、あー素晴らしいちょっと笑いが止まらんすよこれ。あーいい感じになっております。出ました、こんな感じで。でこちらねシャーシの方はね、確か第1弾もそうだったんですけど、これシャーシはねちょっと残念ながらワンスピードの、そうですね、シャーシはワンスピードのシャーシになってます。こちら電池はですね単三電池1本になってての、スイッチオン、あまあこんな感じですかね。ちょっと待ってください。ちなみにちょっとね今忘れてたんですけど、これねプラレ車カード入ってないんですよ。なのでちょっと車両のことね、ちょっとここに詳しく書いているので、こちらね一応読みながらの紹介に行きましょうか。485系特急電車ライチョウ。485系は1968年昭和43年に誕生した国鉄時代を代表する高直流特急型電車です。車体はクリーム色に赤帯が入った国鉄特急色と呼ばれているカラーリングになります。北海道、本州、九州まで全国の電化主要幹線で活躍しました。特急ライチョウは約40年以上の長きにわたり大阪と北陸方面を結び、親しまれ愛され続けてきましたが、ダイヤ改正に伴い2011年3月11日をもってその歴史に幕を下ろしました。2023年5月現在、機関車の2両目になる
まあ、こんな感じになってての、あ塗装のこう塗り分けがやっぱ普通のプラレートは違いますね。さすがリアルクラスという感じ。あとこのガラスというかね、この窓の透明度も高いですよね。いやーこれはやっぱすごいっすよ。でここもやっぱ細かいっすよね。でまあ下こんな感じで開けるとよいしょ、あちゃんと座席もあって、これもまたいいですよね。でこれって取れるのかな。あ、これは取れないですね。パンタグラフのハイとローがつくんで、ここによいしょ入れての、はい、ということで、取り付けてみると、まあこんな感じでございます。おー、どうですか、まあ、なかなか立派になりますよね。あー、いいですね。じゃあ次はロータイプの方のパンタグラフをつけるとこんな感じですね。やっぱちょっとねベチャっとしちゃいますけど、まあまあでもまあこれはこれでいいのかなという感じはします。これ外すときはあの戦闘車同様ね、これ一回ボディ外してあげての、ここにちょっとポチ出てるんで、これをクッと押さえてあげた。次は、中間車のじゃあ3両目になるんですかね、これは。えい。はい。で、こちらが3両目になります。まあ、こんな感じで、まあ、こちらもね、2両目同様、やっぱこのね、塗り分けいいね。この辺もやっぱ細かいっすよね。いや、素敵。本当にね。めちゃめちゃ素敵かなという感じがいたしますと。開けるとこちらも、あ、そうやね、こちらも座席がねちゃんと入ってるという、なんかここにね乗せるこう人形フィギュア売ってほしいですよね、これ宝富さん。で次がこれが後尾車になりますね。えい。で後尾車はまあこんな感じで、いやー先頭車同様いいですね。じゃあまずはこれね、ハイタイプの運転席を、よいしょ、まあこんな感じになって、あいや最高だ最高に素敵ですね。はい、まあこんな感じでございます。いやもうねたまんないですね。で上はこうなりますと。じゃあこれもね外して、座席がちゃんとついてての、よいしょ、じゃあこれも外して、じゃあ、ロータイプの運転席を、よいしょ、やっぱりねやっぱ運転席はハイタイプがいいのかなという気はしますが、まあこれはこれでもね十分かっこいいのかなと思います。でちなみにちょっと気になったのが後尾車なんですけど、これよく見るとこれライト付きに対応してるのかな、これ先頭車、これ動力車の方ね、これ、あーそうやね、間違いないね、これライト付きに対応してる、これ形してますもんね、クリアパーツちゃんとこう入ってるから。じゃあちょっとライト付きの車両どっちが合うんだろう。 E7 系のこの青っぽいライトか、500系のちょっと赤っぽいねハイパーライトか、やっぱこれっすよね、500系の方が系のこのハイパーライトのが合いそうなんで、じゃあ行きますよ、スイッチオン、あいいじゃないですか、ちょっと明かり消しますよ、明かり消すとこんな感じで、ちょっとやっぱ明かりはね漏れちゃうんすけど、あーいいんじゃないですか、まあこんな感じでございます。おー素敵ですねこれは。まあ後でこれでもねちょっと発車してみましょうか。じゃあ、まずはこれ2両目こっちだったかな、よいしょよいしょよいしょ、取り付けて、まあつなげてみると、まあこんな感じになります。いやどうですか、やっぱりねこのライチョウすごいね、このリアルクラス本当にね出来が最高にいいなと思いますね。さすがはリアルクラス素晴らしい。ちなみにロータイプの運転席とパンタグラフに乗せ替えると、まあこんな感じになります。やっぱりなんていうんですかね、ちょっと立体感っていうかね、それは変わってきますね。こんな感じのレイアウトを作ってみました。こちらにですね、先月発売された
トミカと遊ぼう運んで出発条件いっぱいの駅前ロータリーセットに入ってた小さな踏切、これをねちょっと置いてみました。ということで、じゃあこれでね走らせてみます。オンスタート。いいっすよね、あの。わオン。じゃあロースピードでスタート。あどうすか。あいいっすね。はい、いかがだったでしょうか。今回はこちらの2023年の11月の5日に発売されたプラレールのリアルクラス、こちらの485系特急電車ライチョウ、これを紹介してみました。いや本当にね、この出来素晴らしいと思います。この車両がね本当いい味出してますよね。まあ気になる方はねぜひチェックしてみてください。次回はねこちらの踊り子の湘南ブロック色、こちらをね紹介したいなと思います。そしてまあ手に入り次第本日発売のね特急日立リバイバルカラーと赤電ラッピング記念車両紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。